1411801号機ユニバーサル式の i 8 1 4 1 1 8 5 1号機運転室改造後の i 8 1 4 1 1 8 5 1号機同じくユニバーサル式の i 8 1 4 1 1 8 5 2号機 i 8 1 4 1 1 8 5 2号機,号機スイス国鉄 i 8 1 4型電気機関車は スイスのスイス連邦鉄道のゴッタルド線で使用された山岳路線用電気機関車である。ゴッタルド峠の下を通るゴッタルド鉄道トンネルを要するスイス国鉄のアルプスコエルートの一つであるゴッタルドルートでは1920年代にはロッド式の b e 4 6系、クロコダイルと呼ばれるスコッチオーク式のチェロク8通型及び斜めロッドドライブ式のチェロク 8-3型、ブフリ式の A4、7型バウアート2が主力として使用されていた。重量列車については、重連で兼任していたが、これらの機関車のいずれも、重連総括制御機能を持たず、増解決の手間も含めて運用コストがかさみ、特に補旗の増解決のための時間を取れない、急行列車では、勾配区間以外でも、重連での兼任となっていた。 そのため、i 4 7型クラスの四軸駆動の機体を二両永久連結とした機関車として計画されたのが本機であり、性能要件は26パーミルの勾配区間で600トンの旅客列車を時速62キロメートルで750トンの貨物列車を時速50キロメートルで牽引でき、電気ブレーキを装備し、最高速度は時速100キロメートルというものであり、 1931年に、ブフリ式の11,801号機が電気品を、BBC、車体、機械部分、台車を、SLM が担当して製造され、1932年には、SLM ユニバーサル式の11,851号機が、1939年には、同じく、SLM ユニバーサル式の11,852号機が、いずれも電気品を、んほが、 車体、機械部分、台車を SLM が担当して製造されており、各機ごとに、性能も異なるが、1時間定格出力5512から8 1 5 9キロワット軽引力336から 392kN、最大軽引力490から 588kN を発揮する強力機で、車軸配置を A1AA1A として、 曲線通過性能にも配慮した、スイス国鉄最強の電気機関車であった。なお、それぞれの基盤と製造年、機械品、電気品製造メーカーは、下記の通りである。本機が使用された、ゴッタルドルートのロインズありがとうございます。